この消費税がの上げ,上げる時期、あるいは上げ幅について、素案の中に書き込まれたというのは、これ、一方、前進であります。これをもっともっと着実に進めることによって、非常に強力な政府債務を持ちながらも、 国際金融市場から、やはり日本政府は財産の健全化に向けて、一生懸命頑張っているんだというメッセージを送ることができる、それと同時に、今度、持続可能な社会保障制度、やはり負担と給付のバランスという、そのためには、給付の高度化ということじゃなくて、給付の 効率化、重点化をに向けて、もっともっと踏み込んだ対応をしていただきたいというふうに思っています一方で、えー、皆様ご承知のとおり、行き過ぎた円高、今日も76円70銭というような円高になっておりますけれども、まあ、そ,れそ,そ,それによる、 ううまあ、輸出ううという、まあ、日本の競争力の低下、それからあ輸出の向けのお米国にしても欧州にしても新興国にしても減速しつつあると、そういったことから、あ <coughs> なかなか民間のお企業から見れば、先行きがなかなか難しいと。まあ、こ,れにこれプラス欧州 農金融市場、どういうふうに動くのか、不透明感の中でですね、やはり設備投資というのが、ああおそらく企業マインドとしては、あなかなか設備投資ができないというような状況になるんじゃないか,ろうかというふうに思います。